もはや、魔球投票しても差し支えない、現地時間5月28日。ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平は、敵地でのオークランドアスレティックス戦で2番、投手で先発。惜しくも、今季5勝目は逃したものの、6回96球を投げ、8奪三振、無失点の回答を披露した。 この日の大谷翔平が見せた、投球内容は決して悪いものではなかった。むしろ緊張感も、ある後半戦初登板としてはこれ以上にない、出来だった。初回から剛腕がうなった。フォーシームは95マイル、約152キロを計測し、要所では、殿下の砲塔であるスプリットが冴えた。 走者を置いてからの投球も良かったかなという本人の言葉にあるように、課題でもあった、請求力も一支球と大きく乱れなかった。とりわけ圧巻だったのが、6回に先頭の一番、マークカナを迎えた場面で投じた久球だ。今季11本塁打を打っている難敵を前に、92マイル。 約148キロと95マイル、約152キロの速球であっさりと追い込んだ大谷翔平はカーブをファウルにされてから90マイル、約144キロのスプリットで空振り三振に切って取ったのだ試合後に本人が自信のある球と語ったスプリットその大きな落差と急速はベーシーイラストレーテッドが 昌平大谷はアンリアルだと驚嘆するほどに非現実的な一球だった。もはや魔球と表しても差し支えないであろう大谷翔平のスプリットには現地指揮者からも惨事が相次いでいる。米スポーツ専門メディアザ・アスレチックでも執筆していたブレント・マグワヤ記者が自身のツイッターで今季彼が投げた中でも 最高のスプリットだ。なんてこった投票せば、ピッチング忍者の愛称で知られる投球分析家のロブフリードマニ氏は自身のツイッターにおいて、こう記している。翔平大谷、90マイルのヤバいスプリット結果的に今季のエンジェルスにとって、おなじみとも言える中継ぎ陣が打ち込まれる展開で、 5勝目を逃した、大谷翔平。だが、洗練された魔球も披露した、投球内容は悪くなかっただけに、次回登板で後半戦初勝利をつかめるかに、注目だ。大谷翔平の脱三振でまた、チンフレーズ米実況が日本語で興奮、じゃあまたね。脱三振で威勢のいい日本語が飛び交う、座ってください。 米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は19日日本時間20日アスレチックス戦に2番投手で先発6回3安打無失点と好投し7回からは右翼の守備についた米地元局の実況は大谷翔平の脱三振に日本語を使って興奮 MLB が 実際の映像を公開しているが、米ファンからもなんか楽しいと注目が寄せられている。米国の実況者も日本語で興奮した。米ロサンゼルス地元局バリースポーツウエストの中継で実況を務めたマット・バスバーシアン氏は、2回1死2塁でチャップマンから空振りを奪ったシーンで座ってください。 ともはやお馴染みとも言えるフレーズで興奮を伝えた。さらに6回。この日8つ目の三振をアンドラスから奪った場面では、じゃあまたね。とコメントした。大谷翔平が奪った8つの三振映像を、MLB 公式ツイッターが公開。MLB の本類王がこのような、 エギー玉を持っているのは驚きだと文面に記した。米ファンからは、日本語実況なんか楽しい、絶対的なビースト、ファンタスティック、やばいスライダー、現実離れしてる、9回まで投げさせるべきだったと、コメントが寄せられている。バスガーシアン氏は、過去に、三振。どこかに行って、歯を磨く。 などと独特なフレーズを使用してきた名物実況。なお、チームは1から4で敗戦。大谷翔平は0から0の同点で降板したため、勝ち星はつかなかったものの、7回からは外野の守備につくなど球場を沸かせた。とてもスペシャルな選手だ。大谷翔平の回答劇をマッドに監督が、称賛。 またうまいこと対応した大谷翔平、ロサンゼルスエンジェルスの奮闘をスペシャル。とてもスペシャルな選手だ。と、ジョー・マッドン監督は手放しで喜んだ。現地時間7月19日に行われたオークランドアスレティックス戦。2番、投手として今季11度目のリアル二刀流で、 先発出場した大谷翔平は、6回96球投げ、飛安打3、8奪三振、無失点をマーク、惜しくもチームは1対4で敗れたが、27歳の力投ぶりは高く評価されている。初回は難なく三者凡体に抑えた27歳は、 続く2回を1死2塁から2者連続三振と切り抜けると3回1死2三塁も空振り三振と2ゴロでピンチをしのぐそして45回は再び三者本体に抑え6回には2者連続三振から安打を許すも後続をピシャリと締めた 後半戦初登板での完璧な投球に指揮官はご万悦の様子だ。マッドンはまたうまいこと対応した。試合が進むにつれて、配球を予想する相手に意表をつく形でいろいろと試していたよと明かし、スペシャルなパフォーマンスを次のように語っている。球速は上がっていたし、スライダーも、 カットボールも良かった。そして最後にはスプリットもうまく投げれていた。最後のスプリットを見たかい。あれは彼の一部のパフォーマンスに過ぎないけど熱よし速球に加え、キレキレの変化球を巧みに組み合わせ。打者を翻弄させる背番号17。投打共に校長を維持し、 期待を上回る活躍を続ける27歳から今後も目が離せない。次のオーディオビデオでお会いしましょう。